大道寺先生でしたらあなたの電話には出ません。助けを求めても無駄なことです。常雄、いつからそこに？あの戦艦が表に出た以上あなたはもう終わりです、お父さん。何？ですがおかげで私は大道寺と新たな契約を交わしました。それにしてもあなたは大道寺に何と泣きつく気だったんです。超大和型戦艦をこの地で隠しきることがあなたの務めだったはずだ。しかしあなたはその務めを果たせなかった。どう言い繕おうが大道寺が聞く耳を持つことはありません。何の話かわからんな。これまで言う機会がなかったんですがね、尾道の秘密のことは私も承知していたんです。あなたの前では知らない風を装っていました。何だと？40年前まだ子供だった私のところへ松永という陽明連合会の幹部がやってきて全てを明かしてくれたんです。その頃秘密を知る者たちが続々と殺されていた。松永は次は自分の番だと怯えていましたよ。そして秘密の全てを私に喋り、あなたへ彼の命乞いをするよう頼んできたんです。あいにくその晩に松永は死にましたがね。多くの人間の口を完璧に塞ぐならいっぺんにまとめてやるべきですよ。そうか。さて大道寺とその神派たちは戦艦を隠蔽した見返りとしてあなたを政治的に優遇してきた。世間ではそれを国家権力との癒着と呼びます。何が言いたい？70年もの間あなたと大道寺の癒着に関わった官僚や政治家は現政権の中にも数知れません。もし全てが明るみになればその汚れた過去が芋づる式に掘り起こされてしまう。彼らはあなたが永遠に口をつぐむことを望んでいます。そして私がその望みを叶える新たな契約者というわけです。最後に一つ聞かせてください。お父さんは尾道の秘密をなぜ息子の私に教えてくれなかったんですか？なぜ息子の私にまで隠す必要があったんです？尾道の秘密を知れば二度と裏社会から抜け出ることはできない。自分の子には日の当たる道を歩ませてやりたかった。親として当然のことだ。なるほど。それが岩見造船を私に継がせることだった。そうだ。世界有数の造船会社だ。不足はあるまい。それはあなたの勝手な言い分だ。不足に感じるかどうかは私の問題です。ではどうしろと？私は長い年月待ち続けたんですよ。あなたが表の世界だけでなく裏社会の地位も含めて私に譲ってくれる日を。私から尾道の秘密について口にせずとも私という人間を見込んでそうしてくれる日が訪れることを。でもあなたにはその気がないことを私は知った。だから自ら動いたんです。西洋会の労を駒にし菅井を手なずけて東上会は
今や私の言いなりだ。私は陽明連合会の跡目として立てるべき手柄を立てた。大した手柄だな。お前が私の頭越しに牢を呼び寄せたせいで戦艦の存在が暴かれた。それを言うなら、私が搭乗会と杯を交わそうとした時、あなたは桐生一馬に杯の後継人を頼みましたね。あれは奴が断ることを見越してのことだったんじゃありませんか。私への手綱を締めようとしたんでしょう。ですがあの杯を交わせていれば、陽明連合はもっと表立ってカムロ町で暴れられた。多分戦艦が暴かれる前に牢を始末できたでしょう。つまり戦艦を暴かれたのも私の責任だと言いたいわけか。はい、大道寺にはそう伝えました。確かに戦艦の浮上は私にとっても想定外でしたよ。ですがむしろこうしてあなたにとって変わる絶好の機会が訪れることになった。小清水、尾道の秘密は私が受け継ぎます。それによって大道寺実からもたらされる権力も金も全てね。やめておけ。お前には無理だ。子供の成長を信じてください、お父さん。父クルス・タケルは広島で自決しました。大道寺先生、戦艦の隠蔽とその後の広島との癒着が先生方と結びつけられることはありません。つきましては今後私にも亡き父と同等の計らいをいただけるものと期待しております。失礼します。戦艦を暴いた男、桐生一馬を始末しろ。俺にはもう時間がねえ。だがそれまでにケリをつけられたなら、お前もクルス・タケルを名乗るがいい。承知しました。遥か、広瀬のおやつさん死んじまったって。だけどよ、せめてお前だけは目覚ましてくんねえかな。頼むよ。
さん、ちょっと起きて。はるかが、はるかが、医者呼んでくれ、早く。ねえ、南雲くんも少しでいいから食べて。ダメなんじゃ、キヨちゃん。わしらはもう店長、モレノですけど、今日は開けんでええですか？おう、いや、明日も明後日も休みにしとけや。純子、おにぎりくれや。ええよ。昨夜、尾道神外町の岩見造船所に浮上した戦艦は全長300メートルを超えるもので、史上最大と言われた戦艦大和を上回る大きさです。造船所を所有する岩見造船では、この戦艦がいつどのように建造されたのかわからないとし、内部調査チームを結成、しかるべき調査の後会見を開く予定ですが、その日程は後日改めて通知するとのことで、社内でも混乱が続いている模様です。ユータからの電話だった。ハルカの意識が戻ったそうだ。少しだが口も聞けるようになったらしい。ほんまですか？ほうか、そりゃよかったですの。はるかちゃんが。キリュウさん、よかった。こんな時にすまないな。何言うとるんですか。謝ることなんて何も。なんかもわしはの兄貴、今自分がどんな気持ちなんかようわからんのじゃ。おやっさんが死に際に言ったことが耳を離れん。本当はお前らに殺されてやりたかった言うて。ほいじゃけど、もしもっと前にわしらの父親殺したんがおやっさんじゃ言われても、わしはあん人を殺しちゃろうとは思わんかったはずじゃ。なんでわしらおやっさんのこと親の敵じゃ言うて恨めんのじゃろうの。わしもじゃ、かしら。父親が死んだ時、わしはまだ小学生じゃ。その日のこともよう覚えとらん。わしが親父いう言葉で浮かぶんは、広瀬のおやっさんの顔だけじゃ。父親のおらんようになったわしらを、おやっさんはほんまに用してくれた。杯受けて一番嬉しかったんは、堂々とあん人をおやっさんと呼べるようになったことじゃ。お前らと広瀬の親分はそれだけ絆ってやつでつながってたんだ。確かに親分だって初めは罪滅ぼしと思ってお前らの面倒を見てたのかもしれねえ。だが一緒にいた長い時間がそれ以上の気持ちを親分に芽生えさせていた。そうでなきゃあの人はクルスの命令通り戦艦の前でお前たちをさえ殺そうとしたはずだ。俺にはお前らの存在が親分の呪縛を解いたように見えたがな。頭、
松永の兄貴。おいじゃ、やっぱりわしら、おやっさんのために泣いてええんじゃな。キリュウだ。今近くに来てるんですが、会えますかね、四代目。お前染谷か。ええ、お知らせしときたいことがあるんです。フェリー乗り場で待ってますから。おい待て。あれが尾道の秘密ってやつですか。は、恐れ入りましたね。お前一人か。ええ、ご覧の通りですよ、四代目。何の用だ。まずはお悔やみ申し上げます。広瀬一家の総長が亡くなられたとか。尾道はお揺れですね。もうお聞きかどうか、ゆうべクルス・タケルも死にました。自殺ってことです。何。まあ自殺と言っているのは岩見恒夫だけですがね。まさか岩見恒夫が実の父親を殺したのか。どうなってる。お知らせしたいことがあると言ったでしょう。そう慌てなくてもお話ししますよ。それじゃあ岩見恒夫も尾道の秘密を知っていた。40年前からです。で、ゆうべクルス・タケルの口を塞いだことで大道寺から陽明連合会の跡目としてお墨付きをもらった。少し甘く見すぎていました。岩見恒夫は正真正銘の極道です。俺は六代目が不在のうちに素貝を消して登場界のてっぺん取る腹でした。しかし素貝のバックに嫌味がついている以上、思ったほど簡単じゃなさそうですよ。なんでお前はそこまで俺に話す。今度の狙いは何だ。信用できねえとは思いますがね、俺はあんたを岩見恒夫や菅井みてえな連中に殺させたくないんです。大道寺から四代目を消すようあの二人に指示が出されています。尾道の秘密を危険にさらしたあんたを大道寺が許すわけがない。追い先短いことでかえってなりふり構わねえ動きになっているようだ。あなたも、それに広瀬一家も的にかけられてます。なんだと。この町にいる限り陽明連合会はいくらでも兵隊を送り込んできますよ。広島中のヤクザが集まってきます。いくら四代目でも数で攻めてこられりゃ、なぶり殺しにされるだけだ。あんたにはそんな死に方されたくないんですよ。俺は、俺が今ここにいるのも菅井から四代目を殺すように言われてのことです。菅井は岩見恒夫に登場会を丸ごと身売りする気でいます。広島の参加になったら登場会は今とは別物。六代目が無所から出てきてもそのトップの椅子に座り続けようって腹だ。どうしようもねえ小物ですよ、あの菅井ってジジイは。菅井は沢村遥と赤ん坊のことも探しています。しばらくはどこか遠くで一緒に隠れることをお勧めしますよ。染谷、一応礼を言っておく。忘れてもらって結構です。
俺が登場会取る時が来たらあんたとは蹴りつけさせてもらいますから。そう長くは待たせませんよ。無事か。なんじゃ兄貴、蘇我血相会で。ママたちは。いや、もう帰りましたけど。そうか、大丈夫だとは思うが、一応連絡してやってくれ。少しの間この町を離れてもらった方が良さそうだ。陽明連合会と登場会が俺たちを的にかけてる。尾道の秘密を暴いたことが大道寺の逆鱗に触れたってことらしい。わかりました。モレノにはわしが電話する。兄貴、客が来よったで。本家の連中じゃ、まだ大した数じゃなあで。あんなら造船所で懲りたは思っとったが、まだわしらんことなめとるの。いや、グズグズしてるとキリがねえぞ。広島中の極道が向かってきてるらしい。おなごらには連絡しときましたけ。安心して使わさい。お前らと一緒なら切り抜けられる。連中にうちの組に手出したことを後悔させてやれ。兄貴、今うちの組ってお前らがどう思ってようが、俺はずっとそのつもりでいた。おっしゃ、やったれ。この喧嘩はおやっさんに捧げるんじゃ。
外を見ててくれ。雄太に連絡を取る。雄太に？登場会が遥たちのことも探している。連中は本気だ。警察病院も安全とは言い切れない。田頭、本家の連中が来るかもしれん。外を見張っとれ。兄貴っすか？雄太です。ああ、そっちに異常はねえか？異常ってことはないですけど。ああ、そういや春人が物に捕まらねえで一人で立ったんです。もうすぐ歩き出しそうっす。そうか。伊達さんはそばにいるか？ええ。ならこう伝えてくれ。また遥たちをどこか別の安全なところに移動させてほしいと。神室町からなるべく遠く、東京からも出た方がいい。そうは言っても警察病院より安全なところって。それに遥ちゃんも意識が戻っただけで体中怪我してますし、今すぐには動かせませんよ。確かにな。分かった。とにかく俺もすぐそっちに向かう。だが伊達さんにはもっと安全な隠れ家を探すように進めてもらってくれ。わかりました。聞いてたな。俺は神室町に行く。南雲、お前らはどうする？わしらも行きます。はるかちゃんと坊ちゃんを守らにゃ。おやさんもそうせい言うとりますけ。わかった。わしらもちいと準備がありますけ。下手すりゃもうこの土地には戻ってこれんようになります。兄貴もやり残しがないようにしといてつかさい。後でアパートの方へお迎えに上がりますわ。